はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回はパワープロ2020 A 館内バントのみで全国制覇を目指す続きをやっていきたいと思います。前回はね、夏の甲子園大会予選、これを見事勝ち抜き、甲子園出場を決めました。今回はこのね、合宿から始めて、なんとかね、甲子園で優勝できるように頑張っていきたいというふうに思います。では早速ですね、時間を進めていきましょう。まず合宿からですね。まあ、合宿ではできればね、バント、盗塁、このあたりをね、特能として身につけたかったんですが、残念ながらそれらしいものはなし。自分で操作するときはバント、盗塁のみですけどね、それ以外の時コンピューターは勝手に打ったりはしてくれるので、そういう時のために、まずはね、じゃあ、バッティング系をね、鍛えておきましょうか。確かに自分ではバントしかしませんけど、コンピューターがガンガン打ってくれれば、それはそれで、勝利に、近づきますからね。ベースランニング、内野安打丸は欲しいんですよね。本当に欲しい。ただここは1年生2年生しかいないので素振りにしましょう。今主力はやっぱり3年生、そして一部2年生なので、そういった選手がいるときに走塁盗塁バント、あとはね、特打とかは入れたいなと思います。こういう状態ですね。こういう状態、ここどうしようかな。ただ海藤に勝美3年生の投手、これらの投手のときに何をやるかだな。まあ、ここまでもミートバッティングぐらいしかないかな。打者だったらね、申し分なかったんですけどね。ここも1年生か。まあ、じゃあパワーヒー1年生、来年再来年に向けて、身につけてくれればラッキーっていうところですかね。今誰が合格打法を身につけてくれたな。で、ここはベンプレやりましょうか。徳田かベンプレか。マシン打撃も悪くないけど、まあ、ここは、いや、1年生だもんな。特段にしとこう。ベンプレ結局使わずに終わってしまうっていうね。では、このまま夏の甲子園大会本戦の方に進んでいきたいと思います。では、公式戦1回戦目はですね、まあ、シード校なのか何なのか、2回戦からの登場ということになりましたので、早速2回戦目から、公式戦ですね、戦っていきましょう。バントだけでどこまで戦えるのか、甲子園の場で。まず相手のね、まあチーム重要ですけどね。で、今回からですね、先発マスクかぶるの笹田くんに変えました。で、笹田くんが今回ね、守備よく張り切り選手の中に出てきましたけど、張り切り選手の候補になってなかった場合は先発マスクをね、変えます。島田くんの方がなんといってもキャッチャー A ですからね、島田くんは。ただここはラッキーボーイか。笹田くんはね、唯一魔物を使える可能性のある選手なので、積極的にね、使っていきたかったところなんですけどね。まあ残念ながら今回は魔物は発動せずというところでしたね。さあ、まずはバント。その笹田くんのところですが、ここはスクイズを使いましょう。早々に、まあ、リード一転してますけどね、点差を2点3点と広げておきたいと思います。ああ、ヒットエンドランしかないのか。勝美くんをどうだろう。まだ代打出すのはさすがに早いかな。ここは待つことしかできないです。待たせましょう。ピッチャーでもだからバント丸はね、持たせておきたいですよね。そうするとバントがね、セーフティーバントが出てくると思うんですけど、それがないので、バントしか指示が出せない以上は、もう指を加えて、見ていることしかできない。ここは点取られたくないので、盛り上げるを使いましょう。9番、浅尾君。あ、そうだ、相手のね、戦力見てなかったですね。総合戦力 A か。強そうだ。
見ない方が良かったかもしれない。ここから1番バッターになりますが、ここは打ち上げてくれましたね。抑えてツーアウト。この回0点でいきたいな。よし、これも大丈夫だね。自分でベースに入ってスリーアウト。さあここだ。ワンアウトランナーが三塁一塁ですね。ここは、まずは盗塁してランナーを進めましょう。で連続スクイズっていうね、環境を作りましょう。この後スクイズ、まあ、まずこのスクイズがね成功するかっていうのはもちろんあるんですけどね。よし成功だ。一塁はアウト。二塁ランナーは三塁に進んでほしかったかな、できればね。ここは盗塁しましょう。セーフ。さすがに足が速い。でセーフティースクイズ。これは一塁はアウト。やっぱね、総合戦力 A ぐらいの高校になってくるとフィールディングもすごくいいですね。相手のフィールディングちょっと見ますか。三塁手丸。守備力 A、 肩 B だもんね。フィールディングはいいよね。キャッチャー池内くんは肩 A、 守備力ももう B ですね。まあ悪くないっていう感じがしますよね、さすがにね。でピッチャーでも守備力 B あるからフィールディングいいよね。これはこれ以上の点差というのはあまりね期待できないかなっていう感じですね。まあ、ただそれを上回る我々のこの機動力、これで確実に三塁に進み、この後勝見くんが、まあ、勝見くんのところで代打まだ使いたくないんだよな。勝見くんの後がねピッチャー、まあ3年生確かに控えてはいるんですけど、できればまだ使いたくない。なので待ち、カウント 2-3 から最後はフォアボール。これはよくフォアボール取ってくれたな。ここはセーフティーバントでいきます。これは一塁はセーフ。追加点。まあ、魔物が、ね、ない以上こういうところで地道に点を、まあ、積み重ねていくとういうことになるので、まあ、取れるときに、ね、点は取っていきましょう。揺さぶってセーフティースクイズ。これは三塁がいいダッシュですね。今みたいなダッシュ決められてるとね、やっぱりバントだと点がねなかなか難しいですね。まあ、励まそうを使って勝美くんのスタミナをね回復させます。9番バッターにポテンヒット打たれてるけど、ここは1番渡瀬くんを仕留めておきたいな。満塁のピンチ。これは読み方コト君で合ってるかな。コト君を仕留めてだ。こっから連打を浴びるとやだよな。変えますか。80球超えてるし交代しましょう。投手海藤君に変えます。ここはね、緩急重視で1球で仕留めてくれた。総合戦力 A っていう怖さがやっぱりあるからな。もうねこの3点差っていう状態で逃げ切りをね図りたいですよね。海斗君も3年生でしっかり投げてくれる選手ではあるんで、この3年生がね元気な時にできるだけ、点はね積み重ねておきたいですよね。笹田君はこれはよし取れる。さあ海斗君のところは送りバントを決めます。これで2アウトランナーが2塁と。盗塁はありえないのでセーフティー。このセーフティーはうまいね。1番から、ね、5番ぐらいまではしっかりとしたバント技術みんな持ってるし足も速いので、まあ、セーフティーバントが、ね、成功する可能性というのは十分にあります。これで2アウトランナーが3塁2塁。ここからこのセーフティーを決めてくれ。3塁がいいダッシュだ。
あんだけね詰め寄られちゃうとしんどいですよね。ここは伝令を送ってしっかりこのね9回乗り切ってもらいましょう。これでワンアウト。総合戦力 A の高校ですからね、言ってもね、代打でねこの打率3割6分2厘、ホームラン2本、こういう選手がいるっていうのがね総合戦力 A の高校らしいなというふうには思います。ここ守備交代します。キャッチャー能力 A のね島津くんに変えます。自走さの時もこのキャッチャー能力よし悪しっての関係あるのかな。あのね、コンピューターが勝手に進めてる時はね、当然そっちの方がいいとは思うんですけどね、キャッチャー能力が高ければ高いほどいいと。さあ2点差、ホームランが出れば同点。こっから怖いクリーンナップか。海藤君まだ大丈夫だよね、30球だもんね。よし、丁寧に丁寧に、これで総合戦力 A を撃破。予選でも総合戦力 A の高校と当たりましたけど、これでね総合戦力 A の高校も順調に撃破が進んでいるという状況です。あ、笹田君バント丸になったね。あ、ということはやっぱりバントをしっかりやって、いけばバント丸内野安打もつきますね。強豪校に戻ってきたな。まあ、名門校からね強豪校、強豪校からそこそこまで落ちてたんですけど、ここに来て戻ってきた。ここはどうしようかな、感染してその後ベンプレ上げてからマッサージチェアしますか。もうこの辺りもだいぶね機材傷んでるし減ってるしっていうところだからな。アイテムも使いましょう。なんか持ってるだけ使ってない状態になってるんで。ごめんなさい、素振りですね。素振りしてマッサージチェアで公式戦、甲子園のね3回戦目に進んでいきます。これでもこんなバントしかしない選手たちをドラフトで取ってくれるのかっていうね、単純な疑問もありますけどね。まあ、CPU が操作してる時のね打撃がどんなものかっていうのはまあ分からないですけど、ここも笹田くんがいるね、笹田くんにします。で笹田くんがいない時は島津くんに変えると。じゃあこの後ですね3回戦目、入りますので、スターティングラインナップ簡単にご紹介したいと思います。先行チーム先制のチャンスです。お、先制のチャンスだね。総合戦力相手 A です。いや A の高校続くな。で我々のスターティングラインナップですね。1番中井くん、パワーヒッター持ち、内野安打丸、走力 S。 2番脇田くん、バント職人、もう職人ですね、バント丸を超えてバント職人、内野安打丸、足は100です。3番森山くんもバント職人、走力が93。4番阿部君、バント丸、盗塁 B、 内野安打丸、走力 S。 5番盗塁 A、 中森君。6番荒井君、走力100、バント職人、内野安打丸。三浦君、走力 S ですね。そして笹田君ですね、キャッチャーがね低いんですが、彼は魔物を発動する可能性があります。で今回はおお魔物発動してる。ただちょっとまださすがに早いので、ここはセーフティーで普通に行きましょう。これうまいバントだよ。よし、まずはバントで先制点ですね。まあ、笹田くんここも普通にセーフティーで行きましょう。この三塁のダッシュがいいね今回もね、相手ね。さあ阿部くんのところです。ここは盗塁してからスクイズかな。でランナーを三塁に進めてくれればなおよし。うわ上げた、これはアウトだ。こういう悪い流れがあるとピンチきますよね。
黄色い線使っちゃいましょう。緩急重視。この後ね、クリーンアップに入っていくので、クリーンアップに入る前に切っておきたい。これはサードが取って一塁へ。うわー、落としてる。くー、今みたいなミス、まあセーフティースクイーズ狙ったところからね、悪い流れでしたけど、ここは牽制で刺してくれた。さあ、笹田君のところ、ここ甲子園の魔物を使いますも、ここからね、ちょっともうグダグダになると思うので、早送りで進めていっちゃいます。さあ、バントだけで大量17得点取ったんですが、海藤君が全然よろしくないで、ここは調子を上げてもらってビシッとね、まあ、締めていってもらいたいんですが、ノーアウトランナー二塁一塁、7回の裏、まあ、17点差を、ね、ひっくり返されるとさすがに思ってはいないんですが、まあ、できるだけね、まあ、気持ちよく勝ちたいなというのもありますし、ピッチャーもね、温存温存していきたいので、楽にね、やっぱ勝ちたいですよね。こういうね、守備の乱れもありますからね。まあ、魔物を使っておいてお前が言うなというところではあるんですが、これでスリーアウト。点がね、取れるときにどんどん取っていく、走れるときにどんどん走っていく。ノーアウトランナーが2塁の場面に変わって、ここは送りバントしましょう。一塁はセーフ、まあ、ただでさえね、バントうまいのに、魔物を使われちゃうとね、そりゃアウト取りづらいですよね。でスクイーズです。これで18点目。まあ、20点とかいきたいよな、どうせだったらね。セーフティー、このセーフティーはうまいよ。セーフ、これでまたスクイーズがね、使える局面になりましたね。まずは盗塁しちゃいます。さあ、ここからスクイーズが決まるかどうか。うわー、打ち上げた。まあ、しょうがないね。まあ、このスクイーズ失敗の流れからね、失点するケース多いですからね。海藤君は交代します。まあ、あまり使っていない東山とか投入しますか。東山はね、転生プロですね。まあ、東山君もね、来年、まあ、エースになりますからね。一塁ランナー足速そうだね、この警戒具合だと。東浜が打たれてピンチを広げる。ただここで強心臓を発動します。総合戦力 A をね、連続撃破したってなると、一気にね、流れきますよね。これはまあ、サードベース踏んでから一塁に投げて、ちゃんとうまく送球がいったとしても、タイミング的にはアウトだったかなっていうね、そういう感じでしたね。ここは盗塁します。うお、外されるとさすがにちょっと厳しいか。ここも外された。うん、このセーフティーはどうだ。島津君投入する必要もなかったね。まあ、最終回はただ島津君投入しましょう。この島津君がね、キャッチャー能力 A です。電流も送ってしっかり稼いでおきましょう。これはボテボテの当たり、東山が抑えてファーストへ。
まあこの総合戦力 A の高校に比べて我々は総合戦力 D ですからね。まあ、戦力的にもはるかに劣るチーム。で魔物はね、使える使えないっていう選手は1人しかいないので、まあ、魔物使えなかったら本当に危ない展開だったかもしれないですね。これで、ベスト8に進出です。満塁安打になったって言っても満塁バント男ですけどね、完全に。はい、では今回はここまでにさせていただいてですね、次回、準々決勝、準決勝、決勝という形でね、甲子園制覇目指していきたいというふうに思います。